ミューズプレゼンツ浦間吉田の崖っぷち。この番組は私吉田とパチンコライターの方が実戦前にくじで決められた軍資金の中でプラス収支を目指して立ち回るガチコン実戦番組です。頼りになるパチンコライターこの方。はい、パチンコオリジナル実戦術の桜木凜です。よろしくお願いします。そして崖っぷちゲストこの方。どうも、レンダーシアカです。よろしくお願いします。前半のおさらい失礼します。お邪魔します。出た。あはは、お母さん。最初に大当たりしたのは吉田さん。16ラウンド引けずまだまだマイナス。暑いです。暑い暑い、頼むよ。いけ。よっしゃ。現在ラッシュ中の天才ら白川さん、後半どこまで続くかな。まあワンチャンある、ワンチャンあるよ。あ、やった。ハメ上手なんで、私ハメ上手なところを見せたいと思います。意味深なハメ上手さくらキュイン、ラッシュスルーの痛恨のミス。キュインちゃんが高い時計してるなと思ったんですよ。フランク、うわ、ほんまや。いやいやいや、もらった。もらった系ですか。昔若い時にもらった。誰がくれるの、こんな高いやつを。私水商売やってまして。おおおお、言うてまうんか。水商売まみれじゃないですか。白川さんのホストですよね。はい、私元キャバ嬢なんです。あ、はい、お久しぶりです。お久しぶりですよね。その説は太田子さんの今どこで。歌舞伎町でやってました。あ、そうなんや。確かに優しい人が。優しい。いくらぐらいするのそれ。そう、わかんないです。わからんの、調べる。いやいや、やめてください。やめてください。そら、400万するかもからんよ、そら。そうですよね、うん、10万、20万ではないですよね。そらもう。いやいや、そんな。白川さん、どんな時計されてるんですか。僕のロレックス。ロレックス、すごいな。さすが。ミス商売の人、すごいです。お客さんにもらって。マジっすか。くれるか、お客さん。俺、G-SHOCKです。いいや、G-SHOCK いいや、G-SHOCK。一番高い。一番持ってるじゃないですか。持ってないよ、そんな。あ、でも水商売やってて、はい、なんでライターさんになろうと思ったの。水商売に、来たお客さんの中でその業界の人がいて、うん、パチンコがその時好きでブログとか書いてたんですけど、それで興味あるならライターって仕事やってみないって言われて、最初は兼業で。たまたま雑誌業界、パチンコ雑誌業界のお客さんが来た、うん、そうですね、でも結構多かったですね、業界の人。めちゃくちゃ喋り出しちゃいますか。ね、いやいや、そんなことないです。やっぱ接客業が聞いてきてるね。なるほど、人への、うん、ね、説明とか。そうそうなんですかね。女スケロクって言われたことない。言われたことないですけど、言われたら嬉しいです。なあ、分かりやすいもん、はい、うん、だから後輩がキュインちゃんの勉強しに、うん、来てるらしいですよ、後輩が。そうなんですよ、崖っぷちのめちゃめちゃファンで、それきっかけにライター始めたぐらいな。すごい、この番組がきっかけで。あ、すごい影響ある番組で。誰の回の時が覚えてるとかありますか。ちょっと待ってください。いっぱい思い出がありすぎて。ああ、わかりますわかります。第1回目がすごい面白かった。どんだけ前。あそこでも大好きになってっていう感じで、全部見てます。全部2回ずつ見てます。2回ずつ、はい、おお。でも思い出されへん。1回目は超えられへん。すごいな、まあ、確かにプロ野球選手でもいるもんな。デビュー戦でノーヒットノーランしてそのままやられていく。何やってみたいな。じゃあ後半戦ですけども、はい、まあ、今白川さんもかかってる状態なんで、ね、はい、バリバリかかってるんでね。どれぐらい伸ばせれるか。7でかかってるんでね。それはもうガンガンかけていただいて、じゃあ行きましょうか。行きましょう。グランドリフレッシュして最新台がずらり勢ぞろい。アミューズ豊中店さんで後半開始だよ。なんなのなんなの。投資7500円なんでね、今7500円でこれ。ああ、大勝ちの可能性はまあもちろんある。なんとかね、前半ウルトラセブンの顔を拝めたんですけど、まだね、ちょっとキュインキュインと鳴らせてないので、後半はぜひキュインキュイン言わせてやりたいと思います。頑張ります。今ね、ちょうどかかってる状態なんで、このまま終わらず最後まで継続したいと思います。バトルにどれだけ勝てるか楽しみだよ。レトロン星人ね。レトロン星人。お、来た来た来た、頼むね。ウルトラマン来い。ウルトラセブンだよ。
セブン。あーやばいな。避けろ。おっしゃ、本当にウルトラマン来ちゃった。よっしゃ、おウルトラマンできた。よっしゃ、よっしゃ、そうか、これがまた7に変わるか。すごい、いいな。おお、よっしゃ、あざーす。後半こそ16ラウンド大当たりさせたい吉田さん。早速チャンスかな。先か。はあ、誰もいない。おお、あー弱そう。おウルトちゃん、ウルトラちゃん、全回転なんかあんねや。狙って狙って、全回転めっちゃおもろい。あー勝つ成人。あー、この音の時に風来たような感じがあんのよ、台の振動で。キンキンキン、熱い。あ、ウルトラマン出てきた。ウルトラセブンだよ。パッパラー。あー、昔のガラケーの着メロみたいな。アチチアチチアチチ。セブン用の必殺技いこうか。さあカットインは弱め、いこうか。抑えて、声に出して言えない最低な必殺技。負けて当然です。まだ分からない。頼む頼む。ああさあ、いやー辛いな。こう狙いを定めたたんですけど、ちょっと抑えすぎたかな。入賞フラッシュですね、この竜が。まあ、でも黄色なんでちょっと弱い。黄緑ですね。なんか他にもな。まあ紫か。イジさんでございます。アイスラッパーですね。いや、ちょっと弱い。ちょっとこれはあんまり期待できなそうな。ドローンゲージ好きなんだけどな、あんま強くないですよね、ビーチとか。これといったチャンスアップもないし、厳しいかな。こうなったら白川さんに期待するしかない。うん、オッケー、リージー、来た。はい、セブン、これセブン。うわぁ、やめよ。
うわ、また岩や。避けろ避けろ。うわぁ、食らった、やばい。あぁ、倒れた。お、あ、ちゃうわ。あ、帰っていった、また再びカウントダウンモード。連続の復活あるのかな。よし、よしよし、ね、紫保留に変化したよ。おお、よしよし、当たれ、よし、撃墜した。文字が赤いよ、チャンスかも。お、赤や、赤、いけー、入ってるよ入ってるよ、頑張れセブン。よっしゃ、あるある。おー、感じた。よし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 。あ、突角だったんですね。突角だったのかな、どうなんだろう。ハンドン、ハンドンってあんまり戦うんか。よしよし、お上手ですね。いやいや、言ってるだけやけど。もうお上手。さあ、やりました。よし、まだまだ継続。逃げ打ち中の大当たりだから16ラウンド、やります。こっち行ってみようかな、次こっち行ってみよう。ウルトラ激闘モードで大爆発させる？よし、頼むよ。お、橋本さん、フュージョン、おお。何や、100で真ん中な思ったのに。ハマってるハマってる。お。あれ、あ、リーチ、よし、頼むね。タイラント、ウルトラ激闘モードはキングジョー以外には負けないから安心だね。いけ、あー、待ってくれた、避けるな。お、待て、危険、やばいよ。打てー、よいしょー、うわー、やばいやばい、キングジョー、やばい、うわー、強そう。おい、やばいぞ、なんか出てきた、やばい、これはやばい。うわ、頼む、頑張れ頑張れ。うわー、ラッシュに戻ったのに一度も勝てないまま再び終了。あらら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 、ら、お、お、ね、まだ帰ってきよった。頼むよ、ここよ。あー、びっくりした。ボート打ってるからだよ。あー、びっくりした、こんなにびっくりさせてたら頼むぞ。タイマー赤いよ。結構50秒って長めちゃう。あー、白いまま。あのセブンが一瞬ゼブラっぽく見えるんだよね。さあ、赤ではまだもう一声。うわ、怖っ。いいいいいい、キン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 、赤いまま。で、きっとなんか良さそう。ハイパーセブンフラッシュ発動。これはなんだ、ハイパーセブンフラッシュかな。
ハイパーセブンフラッシュっぽい。一つでも熱かったはず。あらららららー、赤か、赤保留。あー、期待度2個半弱い。あー、高難の殺虫剤一ケース丸ごとこいつに食べさせたら死ぬんだけどな。床下にいそうな虫みたいだけど。カットイン、緑弱い。さあ押さえた。声に出して言えない最低な必殺技、負けて当然だよ。立ち上がったね。立ち上がってくれ。わからん。この技は下手したら怒られるな。だったらすんなよ。まあ、しょうがない、これはでも当たりさえ引き寄せれたら文句言われへんはずや。当たっても怒られるよ。あ、早っ早っ、ラスト。あー終わった。注目のオルザの選手終わってもうた。テブラも見てないですね今日ね、多分誰の代だ。テブラも見たいな。わ、急に熱い。赤保留、これ決めたい。ちょっとセブン自ら来てくれましたからね、いろいろ来てほしい。ゼブラ見たい。ゼブラ金系よりゼブラですよね。ゼブラ見たいから、まあこっから多分もう一回疑似連行くと思うんですよね。今疑似になんですけど、あ、でもウルトラアイの下、あ、ウルトラセブンアタック行くのかな。行ったね。まあ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 いい、まあまあいい、いい展開。これパーセントが信頼度になるんで、もうもちろん上がれば上がるほど、もう行くとこまで行っちゃってほしい。なんだろう、ちょっと上がり方微妙じゃない。おいしょ。あ、メガネが来てる。まあまあ46。おいしょ50。もういっちょ57。いやいや、80ぐらいまで。ラストか、これ。これで勝敗が決まる。だらしゃ、あー切ない、残念ながら外れ。赤いけどゲーム数も赤に変わったよ。あー70秒、セブン意味あるのか。いくでしょう。さあ、かける3。お手はこの音キーン。何個重ねれるかやね、あの3台の。まずは一つ目、これハイパー、早、ハイパー、うんにゃうんにゃうんにゃ。もう一声欲しい。あー、変身の字が普通。さあ夕日、あー紫弱い。でも決戦の時が赤い。なんや、何食ったらなんや、死亡率が何倍になって、何食ったら長生き率が何倍上がるみたいな状態。どういうこと今俺は、どういう状態やねという。いやー、いやいや弱いか。でも3割はあるやろ。
これ 30% はある？40% ぐらいあったと思います。 40% ある。 OK、 おそらく。なかったかな。ちょっと引いて、ちょっと引き気味に。あ、もう抑えが甘いかな。ちょっと多分今抑えが甘いからちょっと飛んじゃってるかもしれないですね、違う方に。そうか。キュインちゃんまで何言ってんの。次抑えてもらおうかな。じゃあ次熱いの来たら私がグッとやります。頼める。すごいな、おい、オリジナル攻略本。まさしげちゃんもそうやったけど、すごいな、実践術な。そう、プラサギですね。まああんまりそうだろうな。さっさと赤とかになってから、あ、でもだいぶってる。アイスラッカーがちょっとあるな。来い来い来い。SOSO は行く気がしますね、これはね。 SOSO か。もうちょっとやっぱり金ですね。まあまあ金系からんでも、でもなんかもうちょっとなんかゼブラが見たい。ゼブラ出ないかな。ゼブラゼリーブ出ないかな。ここがね、セブンフラッシュが金になってくれれば、ハイパーセブンフラッシュが出てくれるんで、結構ありがたいんですけど、ちょっと足りない感、足りない感が否めないですね。ここでアルティメット入ってないか。紫のアイスラッカーですね。なんでそんなにエレキング。最後のカットインにかけるしかない。ちっちゃ緑。ちょっとかからんすね、なかなか。あー、何にも起きひんね。平和、平和な街ってことや。こんな平和いらんね。もっと怪獣いっぱい来て日本をむちゃくちゃにしようとしに来てくれよ。おう、赤い赤い、雷雲モードかな。モード。おー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 、ロゴも赤く光った。頼む、そろそろかかってくれんと。お、赤だ。救出、この一回も救出してないからな。カラス通過でチャンスアップだよ。よっしゃ、救出した。よっしゃよっしゃよっしゃ、激圧、激圧来たよ。おー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 、来た来た来た。これは頼むよ。変身中。あれ、来たの3やん。今まで激圧を結構外してきたからな。
ましょう。これ外れんの悲しい。ああもうあかんわ、これ外したら切ないわ、口がないわ。さあ後半も終わって結果発表ですけども、はい、まず僕から、はい、投資1万8000回収ゼロ、トータルマイナス4500玉ですね。後半の見せ場のなさはひどかったな。後半ね、はい、みんな何もなかった。無口になりましたよね。なんかこう、ドヨーンっていうのが3人から出てましたよね。そうですね。あー、ほんまにこれぐらいなんもなくなるのかっていうぐらい。もう一回後半激アツって出て、はい、これさすがに来たわけでも、それを外したら、もうその瞬間もう、もうやる、もう無理やつ、やる気なくなったっていきそうな。これ外したらもうあかんわ思って。何やろこれ連鎖すんのか。キュインちゃんどうでしたか。私はですね、投資が1万9500円で回収ゼロ、トータルマイナス4875個と、まあ、後半1回もかからず終わりました。あ、うん、熱いのもさほどなかったですね。赤保留ぐらいはありましたけども、うん、必殺技やりたかったですね。やらずに終わっちゃいましたけど、なんかやろうかなって思ってたけど、一応あのボタンとかああいうの押すときに一応技使ってやる人もいるんですよ、うん、技を使う、はい、どういうこと技を使う。クロミンですかね、うんうん、胸の大きな女性ライターの子いるんですけど、はいはいはい、そういうのは、おっぱいボムって言っておっぱいで押す、おっぱいで押すとか、あ、持ってきてくれてた。なんか最初は1回目の当たりはもう割とテンパってみんな同じぐらい当たったんで、ね、わーっつって当たっちゃったんですけど、そっから何もなくてやることもなく、そうみたいな、悲しかったですね。おっぱいクラッシュみたいな。あ、なんかでも一応おっぱいライフルぐらいなんかボムまではいかないけどライフルぐらいのいけます。おっぱい手榴弾ぐらい銀玉鉄砲か。まあ、ほな次来た時それは楽しみにしますけども、できたらいいですね。白川さんどうでしょう。僕は投資8500円で出玉が6670でプラス4445。いや違います。4545。4545ですね。4545いきましたね。まあでも、はい、プラスだ。やっぱ一発目の当たりが結構継続したんでね、はい、後半は一箱吸われて、はい、もうそれだけです。あ、じゃあ後半は当たり誰もないんですね。ないんです。燃え尽きんのが早いな3人とも。後半はもう見せ場ないから、もうたっぷり前半を流してほしい。いやー、まあちょっと大変な後半でしたけども、でも楽しいですよね、やっぱりこうすごい、なんかリーチ目がすごいから知らん、やっぱ肩凝ってるもん、やっぱりおーとかなるから緊張というか、テレビもそうやし緊張して肩凝ってるもんね。それなりに疲れたという収録でしたけども、はい、じゃあまた白川さんも、はい、キュインちゃんも遊びに来てください。はい、ぜひお願いします。というわけで今回はこの辺でさよなら。さよなら。YouTube 共楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた皆様からのお便りをご紹介します。ヤンバラ沖縄さんからいただきました。毎回見てます。そろそろ抽選の玉の色変えてほしいです。吉田さんにも内緒でっていうことですけどもね、まあ、確かにフリーが黄色、緑が3万みたいなイメージありますけど、どうなんやろうね。不意に変わってたら、でもあー黄色だと思ったら2万みたいな、そういうのちょっと面白いかもしれないですね。毎回違うってこと。なんかランダムで色で、おっ来たと思ったら、全然違いましたみたいな。ほんならもうなんかもう玉やなくてええしな。確かに、あみだくじとかでもいいですね。そうやな、2万って書いて紙とかでええし、うん、確かに。見てくれてはいたんですか、キュインちゃんは、この番組は。あ、もちろんですよ。あ、そうなん。はい、最初の1回目からとは言わないですけども、多分あの1回目から全部見てる人間なんかあの編集マン以外一人もおれへん。あ、本当そんなことないと思いますよ。けどもそうですね、はい、そうだ、知ってるライターさんも出てますし。あ、変えるか。でもなんかフリーって相当じゃないですか、相当イケてるじゃないですか。そうやね、確かに黄色っていうのもなんかね、金ぐらいにしてもいいかもしれないですね。あ、なるほど、ね、金玉ぐらいに。金玉ぐらいに。ナチュラルに。ナチュラルに。もう口が肩いってるやん、金って言ったあの玉って。形いってんだよ、いかに言うてるかや。ごめん、ほんとごめんなさい今のは。
これちょっとなんか垣間見えたぞプライベートが。いやでもね、まあでもほんならあのせっかくの提案なんで、うんうん、キュインちゃんの案なんで、うんうんうん、金の玉をねフリーっていうのも、うんうん、考えてみましょうか。もし採用されてたら嬉しいですね。なんかほんまにね、次見たらあ金になってるみたいな。金玉ちゃん何金玉ちゃん皆様たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。お待ちします。浦前吉田の崖っぷちは YouTube 享楽チャンネルにて毎週月曜更新絶賛放送中。今すぐチャンネル登録しないなんて行くぜ、どうかしてるぜ。享楽ニュース。享楽のパチンコパチスロアプリが24時間遊び放題、享楽サプライズランド。ホールで稼働中のパチンコウルトラセブン2がアプリになって iPhone 版 Google プレイ版ともに絶賛配信中。ウルトラ進化を遂げた最新鋭スペックをスマホで遊ぼう。それはリフルクリスタルを巡って繰り広げられる壮大な物語。スマホ RPG の全ての魅力が詰まったファイブキングダム偽りの王国。君を待ってる国がある。事前登録受付中。